トです。赤川花火大会に招待した希望の光プロジェクトで打ち上げた花火です。復興に勇気、子どもたちに笑顔、東北に未来を送るために、私たちにできる心の支援は3年間にわたって続きました。会場に響く歓声と笑顔を見て、子どもたちは必ず明るい未来を切り開いていく、そう確信しました。そして今年2017年第27回赤川花火大会のテーマは夢、笑顔をあやなす悠久の花。子どもたちの笑顔が長く続くように、これからも希望の光が皆さんに感動を与えられるように、そして花火大会を愛する全ての人たちによって笑顔で後世に語り継がれるように、希望の光は鶴岡の夜空から力強く皆さんを照らします。